なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな？頼むな。任せなさい。それではボスの攻略に向かいましょう。
よし。そうね。キリト、この層のアクティベート済ませてきたぜ。キリト君、下の酒場で期間限定のメニューが出てるらしいよ。見に行ってみない？なるほど、 NPC レストランにしては本格的じゃない。うん、これ美味しい。このクリームパスタだよ。一口食べてみる？それじゃあ私もキリト君の一口もらっちゃおう。キリト君のも美味しい。限定メニューと言わずずっと置いてくれないかな。つけてくれるわよね。見ているこっちが恥ずかしくなるわね。アサさんとキリト君っていつもあんな感じなんですか？まあ、あんな感じといえばあんな感じかな。まるで恋人同士みたいですね。まあ結婚してますしね。結婚？私も初めて聞いた時は衝撃を受けました。何？あんたもショックを受けちゃった？で、別にお兄ちゃんじゃなくて、キリト君がゲームの中で誰と結婚しようが、私には関係ないし。おお、動揺しとる動揺しとる。ママは相思相愛ですよ。子供の私が保証します。パパ、ママ、お兄ちゃん子持ちなの？え、私いつの間にかおばさん？
しちゃいますよね。やっぱりレベル差がそれほどなくて、一緒に攻略進められる相手の方が有利だったってことですよ。それを言ったら、私なんて SAO にすらいなかったし。でも現実では、お兄ちゃんの病室でいつも一緒にいたんだよ。まあまあ、いろいろあるみたいだけど、あの二人の間に入っていくっていうのは、さすがに無理があるってものよね。私たちは私たちで、こうやって遠くから生温かい目で見守っててあげましょう。よくわからないけど、それが一番でしょうね。あそこに絡んでいくのはかなり疲れそう。シリカもいらんないわよね。いえ、異論あります。シリカ、私は大いに異論ありありのマシマシです。どうしたの急に。あんた、バッカスジュースを飲んだわね。バッカスジュースはステータスではなく、プレイヤー本人の感覚信号を強化して一定時間運動能力を増加させるアイテムです。ただ信号強化状態がプレイヤーに疑似的な酩酊感を発生させてしまうので、正式サービスには採用されなかったはずなのですが。このシステム異常で、なぜかレストランのメニューに並んじゃってるのよね。そんなことより、私たち何のために76層にいると思ってます？戻れなくなったからでしょ。違います、もう全然違う。だから皆さんは甘いって言うんです。この子手がつけられないわ。受け身の姿勢でいても何も変わりません。もっと攻めなきゃダメですよ。花の命は短いんです。私、行ってきます。あ、どこ行くってのよ。キリトさんのところです。え？あ、行っちゃった。お帰りなさい。戦果は？クリームパスタ、美味しかったです。なんであんたも食べさせてもらってんのよ。そうじゃなくて、キリトをかっさらってくるぐらいのことをしに行ったんじゃないの？敵が硬くて、攻撃が通りません。だよね。キリトのやつ、かなーり鈍いから。皆さん、私たちはこの世界に数少ない女子同士。みんな仲良くしましょう。
よしよし。はいはい。なんか納得できない。パパもママもみんなも、ずっと仲良しでいましょう。お兄ちゃん？ちょっと興奮しちゃって、ゲームの中の宿屋で本当に寝るなんてやったことなかったんだ。たちはこの世界でずっと生活を送ってきていたんだよね。何言うのかな、 ALO とは町の人たちの空気が全然違う。生活感があるっていうか、ログアウトしないでゲームの中で暮らすってこういうことなんだって感じ。最強の戦士、黒の剣士として、なんかお兄ちゃんとは思えないな。ううん、嬉しいの。ゲームの中とはいえ、お兄ちゃんがまた剣を握ってくれてて。去年の全国大会でベスト8に入ったんだよ。高校だってそれで推薦もらったんだから。今でもまだニュースで取り上げられてるよ。何人もの研究者さんがナーブギアの解析を試みているそうなんだけど、やっぱり分解したりするのは無理みたい。ゲームの中にいたら実際に被害があるのかなんてわからないもんね。仕事で忙しくても時間を見つけてはお兄ちゃんのお見舞いに来てたんだから。当然だよ、お母さんも私もずっと心配してたんだからね。そばにいるのに、触れることだってできるのに、お兄ちゃんはそこにはいなくて。だからね、なんか夢みたいなの。お兄ちゃんと
こうしてまた話せるなんて。他のゲームで遊んでたら突然。お兄ちゃんは何でもお見通しか。このアバターが ALO のものなのは本当。でも、きっかけがないっていうのは嘘。私、ナーブギアを使ったの。友達が隠し持ってたナーブギアを借りて。そして、SAO にログインしたの。違う。好奇心なんかじゃないよ。なんかじゃないよ。だって私って当事者だもん。お兄ちゃんの妹なんだから。私悲しかったんだよ。目を覚まさないお兄ちゃんを見てて泣いてたの。他の病室の SAO プレイヤーは一人ずつ亡くなっていって、次はお兄ちゃんの番じゃないかって。教室のドアを開けるのがいつも怖かった。私たちは家族なのに、一緒にいるのが当たり前なのに。私何もできなかった。ただお兄ちゃんのそばで怯えてることしかできなかったの。そんな生活耐えられると思う？だから私 SAO に来たの。お兄ちゃんともう一度話すために、お兄ちゃんの力になるために。大切なものをもう二度と手放さないために。これからは一緒にいてくれるよね。私を置いてどこかに行っちゃったりしないよね。困らせちゃってるよね。わがままだよね、私。
もう一個だけわがまま言ってもいい？もう少しだけこうしちゃダメかな。今日だけだよ。お兄ちゃんは知らないでしょうけど、向こうの私はもう立派な大人なんだから。Thank you.